今日の御言葉、ルカの福音書12章16節から21節。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。神様は私たちに人を愛するように願っておられます。自分の持っているものを人に与えること、これこそ神様の言われる愛です。人を愛するということは自分を犠牲にすることです。自分を犠牲にしてただただ相手の幸せのために行動すること、これこそ愛の本質です。この聖書箇所で、金持ちは自分のために物を蓄えました。なぜか自分が幸せになりたいからです。彼はこう考えることもできたはずです。今年は豊作であったから、このたくさんの有り余ったものを困っている人々に分け与えようじゃないか。しかし彼はそう思わずに有り余ったものを自分のために全て蓄えました。彼はおそらく安心したはずです。この先一生働かずに遊んで暮らせるだろうと胸が躍ったはずです。しかし神様はそんな金持ちの命を取られました。神様は私たちに人々を愛してほしいと願っておられます。もしあなたに宝くじが当たった時、あなたはその宝くじで当たったお金をどのように使うでしょうか。多くの人は自分自身のために使うと思います。しかし神様はそのようには願っておられません。宝くじで当たったものを困っている人々に分け与えること、これこそ神様が私たちにしてほしいと願っておられることです。私たちはこの金持ちのようにたくさんのものを持っていないかもしれません。それでも自分自身のものを用いて困っている人々を助けることができるはずです。今日あなたの周りに困っている人々はいないでしょうか。あなたの助けを必要としている人々がいないでしょうか。その必要を目にしながら見て見ぬふりをしてはいないでしょうか。神様が言われる愛とは自分を犠牲にすることです。自分を犠牲にして人々を愛していきましょう。自分を愛する者は神様によって滅ぼされますが、人々を愛する者は神様に祝福されて最終的に永遠の命、つまり天国へと導かれることになります。今日も隣人を自分自身のように愛していきましょう。オールフォーチーサー。